今夜もそろそろ味わいの時。さて以前訪ねた花水木の中畑ママがおすすめうまい焼き鳥の店鳥蔵さんにお邪魔をいたしました。これは絶対に食べてもらいたいという鶏皮の、はい、うちの鶏皮は身の皮だけを厳選して刺しております。3日かけて油を落としながら、はい、だいぶ細くなってきてると思うんですけど、こんな風になるんですね。旨、はい、味が凝縮されております。はい、今日はよろしくお願いします。これからどうぞよろしくどうぞ。いやうまいですね。炭火焼きのなんともうまそうな匂いが漂ってきましたよ。これですよ。焼き鳥というのはこの色じゃなきゃダメですね。塩からいったの。塩から食べて、わこれ好み。ああ塩からいってみましょうか、はい。普通食べるあの皮と全然違いますね。そうですね。サクサクというような食感でね。はい、まあ、サクの後に少しジューシー感が来るというか。このタレを。はい、ぜひ。これうまい。うまいですね。ありがとうございます。一本で2杯ぐらいになります。あ、うまい。揚げ豚足です。骨をですね、全部抜いてますので、ガブリと言っていただいても大丈夫です。あ、そうですか。うまい、ね、中はすごいこのトロトロの驚きの豚足ですね。このもうまずこれ絶対東京では食べられないです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。